はい、始まりましたね。うん。今の2歳半の娘もうんって言ってましたけどね。はい、うんじゃない。はい。はい、始まりましたよ。で、みたいなんですけども、iPhone SE ってあるじゃないですか。はい。あの第2世代の。うん。それが UQ モバイルでも、売るようにしたみたいなんですよ。そうなの。はい。で、iPhone SE っていうと、まあ、ね。これでしょ？いや、そう、これが第一世代ですよね。こちらですね。SE が第一世代とか。で、第二世代が発売。だからもう、私たち今、UQ モバイル使ってるんですよね。うん、で、理由としては、その、格安の SIM カードの。はい、ありがとう。じゃあ乾杯しよう。じゃあ乾杯。乾杯。美味しいね。今のところ、まあ主に撮ってるのが iPhone 8の 64GB、うん、で撮るんですけど、やっぱ 64GB だから、まあそれほどいっぱい撮れないんですよね。うん、でなのでもう本当に次撮ると容量が足りないとかなっちゃうので、うん、でそうするとやっぱり iPhone SE が、うん、UQ モバイルで発売されて、うん、で 64GB とあと 120GB、うん、2種類、うん、お値段は？お値段はでも結構安く出てるんじゃないですか？あ、そうですか？なんで安いかっていうと、まあその24回払いとか、うん、36回払いとかできるから、うん、3年間の支払いでできるから、うん、その36回払いぐらいにすると1000いくらぐらいですもん、毎月。じゃあそれで持てるから、まあそれだったらそのね、うん、撮影のカメラ代わりとしてもね、うん、いいんじゃないかなっていうふうに。だったら安上がりじゃないですか。でちなみにこれ iPhone 8とそのiPhone SE の第2世代比べると、その録画って言いますか、そのビデオを撮るときに第2世代の iPhone SE だとそのステレオだから、まあいい音で、うん、撮れるんで、まあ、音声的にも今撮れてるよりかはいいかなっていうふうに。あ、そう、いいんじゃないですかと思いましたけど、どうですか。うん、うん、いいですね。ちょっと検討してみようかなっていうふうに思いましたよね、うん、はい。ね、まあでも36の支払い、うん、3年間で1ヶ月1000いくらぐらい安いですね、考えたら。そうだね、ちょっと待ってね、はい、値段がですね、はい、UQ モバイル、はい、64GB が 35,640 円、128GB が 47,520 円、はい、で、まあ、カラーはブラック、ホワイト、レッドの3色ということで、うん、で、しかもそのiPhone SE 第2世代の 64GB が24回払いだと、うん、1485円、はい、で36回払いだと990円、セリに行かないじゃん。128GB だと24回払いで1980円、約2000円。36回払いだと1320円。うん、でも残念なお知らせがあって、まあ、iPhone SE 第2世代は 256GB 版が出てるんですけど、それは今回その UQ モバイルでは扱わないっていうことなんで。あ、そうです。残念ですね。じゃないで。消しないで。私たちが使っている、iPhone 8は 64GB なので、それの2倍の 128GB になるだけでも随分違うんじゃないかなっていうふうに。そうですか、思いましたけど、はい、そのママのそうですかって、どういうことですか。せっかく買うなら大きい大きいバイクの方が効果がないよって、前から思ってたけど、ママが言ったので、結局 iPhone 買
買うときは小さい指輪買って結局量足りない。言うこと聞かないじゃん。だからあくまでもまあちょっとどうしようか検討しましょうかねっていうお話で、ちょっとね娘がちょっと。娘がね、なんかすごい2歳半なのにですよ。スマートフォンのカメラ機能をさ、消す、うん、つける。指でタップして覚えちゃってさ。覚えるよ。頭いいよ。すごいね、うん。だから、あれだろうね、娘は iPhone で例えると、第何世代なんですかね。すごい世代ですよね。おいしい。はい。すごいよね。だから、将来、娘はね、なんか、そういう、やっぱ小さいうちからパソコンとか、プログラミングスクールとか、そういうの通わせたりとかするのがいいかもしれないですね。はい。まあね。ママ似てるじゃないですか。どうなんですかね。うん。まあ、親子なんでね。ママにも似てる部分は当然あるんでしょうし。ね。はい。じゃあ、ということで、バイバーイ。バイバーイ。